人工血管の外周を正確に3等分します。青いマーカーの左右に血管径の約 1.05 倍のところでマークするとほぼ3等分できます。直径16ミリの場合 16.8 ミリです。 0.1 ミリ心膜シートを血管径の2倍程度の正方形に切っておきます。人工血管と同じ直径の金属球を準備し、シートを金属球にかぶせ均一に引き伸ばします。シワができないように伸ばすことが重要です。シートに包まれた金属球の上半分に人工血管をかぶせます。この状態で人工血管の断端に沿ってシートに線を引き、3等分の点をマークします。金属球を人工血管から外し、各マークから垂直な線を引きます。正確に引くと3本の線が1点で交わって中心を決めることができます。3本のうち2本の垂線はさらに延長して向かい合った2枚のカスプが作れるようにします。カスプの直線部が真上から見て円周と対称になるように線を引きます。人工血管のカーブを目安にすると引きやすくなります。目分量で行うしかありませんが、多少の誤差は許容できます。2枚のカスプの間は金属球にかぶせたままメスで切開しておく方が正確に二分できます。残りの部分は金属球から外してハサミで切り出します。こうして2枚のカスプができます。もう1枚のシートから同様にして3枚目のカスプを作ります。次に人工血管を裏返し、円周を3等分する点を裏に転記します。この3点から縦に線を引き、カスプの上端・下端の高さにマークを入れます。上端のマークの中点3箇所をマークし、ここを交連とします。下端のマークが各カスプのナディアになります。カスプを人工血管に包着します。まず各交連にユーステイスーチャーをかけてカスプを固定します。両側のカスプになるべく薄くかけて人工血管の内側へ支出して結紮します。縫合紙は70ポリプロピレン紙を用いていますが、ゴアテックススーチャーを用いても良いと思います。両側のカスプが重ならないように間隔を慎重に調整します。結紮は3回で構いません。3つの交連を固定し終わったら、それぞれの糸が交連に向かって左側のカスプに浅くかかるように人工血管の内側から外側に支出します。次に各カスプのナディアを単結節縫合で固定します。血管の内側に支出して結紮します。結紮は3回で構いません。結紮後この糸は切っておきます。各交連から出ている糸を使ってカスプの下縁を連続縫合していきます。左手の小指を人工血管内に入れ、
残り4本の指で人工血管を破治するとやりやすいと思います。斜めに針を刺入し、糸の露出する部分がカスプの辺縁に対して直角になるようにすると薄くかけることができます。1枚のカスプを反対側の口輪まで縫合し終わったら、口輪の直上で人工血管の内側に刺出し、口輪を固定して結紮した糸と結紮します。この結紮は5回行います。3枚のカスプの包着が完了すれば、人工血管を裏返して元に戻します。各口輪のコアプテーションを接歯で整えます。力をかけてカスプの縁が伸びてしまうとプロラプスしてしまうので注意してください。これで出来上がりです。